毎度ご視聴ありがとうございます。皆さん潜りですか、潜りですかなんて言われてね、はいそうですなんて言われる方はね、そういらっしゃらないとは思いますがね、私はね潜りなんですよね。何か正式な手ほどきを受けてね、こういった野鳥の撮影をしているわけでもなくってね、まあ、全てに関して自己流をね通してきたような人間でございますのでね、野鳥撮影ね専門家といいますか、そういった方から見ますとね、こいつ何をやっているんだとかね、時折なんか知ったかぶりのことを喋っているななんてね、こいつは潜りに違いないと、お気づきになっている方もあるかもしれませんけれどもね、その通りでございますね。特にね野鳥撮影に関しましてはマナーとかねやってはいけないというようなことが私なりには理解しているつもりではありますけれどもね、実はね私はこの野鳥撮影するときね、野鳥であるとは思っておりませんのでね、と言いますのはこう邪険に扱うとかそういったことではなくってね、野鳥というのはね人と同じであると思っておりますね。時々有名人の方であったりとかね、タレントの方にスマホを無遠慮にね向けながら撮影されているような方があったりとか、それは素人玄人に関わらずね、そういったことをされる方があるようでございますけれどもね、皆さんね自分のことを考えていただきますとお分かりの通りね、自分が普通に生活している時にねそんな勝手に撮影されたら嫌じゃないですか。まあ、それと同じようなことをね私は野鳥に対してしているんだということをね、まあ、自覚しておりますのでね、まあ、それほど野鳥には迷惑をかけているんだなということを日頃から感じながらね、失礼なことをやっているんだということを自覚しながらやっておりますね。まあ、このチャンネルでは動画の最後にね、野鳥たち今日も一日ありがとうなんていうことをね言ってますが、正確にはね野鳥たち今日もごめんなさいっていうのがね正確かもしれませんね。これねキジバトがね映っていたと思いますがね、シロハラがね何かゴソゴソやっているのかななんて思って撮影したんですがね、キジバトであったようでございます。ひょっとすると撮影あるあるかもしれませんね。キジバトって結構ゴソゴソ言ってますもんね。ということでね、潜りですかみたいななんか変なタイトルをつけてますがね、そういったことを言いたかったわけでございます。話は変わりますがね、皆さん都市相応の生活されてますか。なんのこっちゃってねいうことでございますが、なぜこんなことを言うかと言いますとね、今日朝突然ね思い当たったことがありまして、時々すれ違う方にね、お出会いしますとね、あ私より年配の方が来られているななんて思いながら、すれ違いざま挨拶をしながらね、あれ自分と同じぐらいの年齢だったかななんて思い始めますとね、あれ最近人の年齢が分からなくなってるななんてね思っているわけなんですよ。おそらく相手方から見ますとね、私も結構向こうから結構おじいちゃんが歩いてきてるななんて思われているんじゃないかななんてね、思うことがありますね。自分の中ではね年齢的にはどうでしょうね、30代半ばぐらいで、止まっているような、ね、そこそこ、人並みに人付き合いができるようになったのがね30代半ばから、あそうですね40代手前ぐらいだったかな、それぐらいでしたのでね、それ以降それほど年が取ったななんてね自分の中では思っていないんですけれどもね、それどころかね今このように野鳥を撮影している状態などはね、小学校5年生ぐらいの時に夏休みにね毎日のように近くの雑木林にカブトムシとかクワガタムシを取りに行っていたのとね、やっていることは大して変わらないなと思うことがありますので、精神年齢はほぼ小学校5年生ぐらいなのかななんてね自分で思うこともありますのでね、ですから、まあ、年相応なんて言われますとね、何か
人に押し付けられているような気がしましてね、何ですかね、自分のやりたいようにというかな、人からどう思われようとね、何ですかね、子供っぽいとか大人げないなとかね、まあいい年してとかいろんな言われ方があるかもしれないんですけれども、まあ、時々ね、スーパーマーケットであったりとかコンビニなどでね、レジの方に、大丈夫ですかなんてね、買い物袋にね詰め込むのになんか手間がかかっていたりなんかすると、そういったことをねお声をかけていただいたりするので、まあ人からはそのようにね見られているのかななんて思いながらね、まあ年寄り扱いされているのなんか嫌だなと思いつつ、まあそういった気遣いをされるのはねありがたいなと思いつつもね、今ごちゃごちゃ言っている間にご覧いただいていたのはウグイスだったのかな。ですからそういった相手のお気遣いに関してはね感謝しつつもね、自分の生き方に関しましてはね、年相応なんていうことを気にすることなくね、好きなようにしていいのかななんて思うこともあるわけなんですけれどもね。さて今日ね、歩きましたのは自然公園の場所であったんですけれどもね、まあ、このチャンネルはね野鳥を撮影しながら散歩しながら出会った野鳥たちをねできるだけたくさんご紹介したいということでお送りしているチャンネルではあるんですがね、お聞きいただきましたようにね、野鳥に関することであったりとか撮影に関することにつきましてはね全くの、まあ、素人と言いますか自己流でやっていることでございますのでね、まあ、それほど野鳥好きの方はね撮影好きの方にとっても何のメリットもないチャンネルではございますけれどもね、こういったことでよければお付き合い願いたいところでございます。さてこちらね終盤に出会ったこれ飛翔体なんですがね、もうほぼ真上を向くような状態で撮影しておりましたのでねフラフラになってましたけどね、どうやらミサゴですかね、この翼の長さであったりとかね体全体のバランスを見ましてもねそのような感じですかね。ということでございますのでね、このチャンネルの動画の中で喋っているっていうことはね、ほぼ何の根拠もないようなことをね自分が勝手に思ったことをベラベラと喋っているようなことでございますのでね、あんまり人に言わないようにしていただきたいと思います。ちょっとでもこういった野鳥の姿をご覧いただいてね、ひとときでも心癒されていただければななんて思うこともあるんですがね、お前のいらん喋りが邪魔なんやとかそういったこともあるかもしれませんけれどもね、まあ、こういったことでもね少しでもちょっと皆様方のね、ひとときの箸休めと言いますかそういったことになればいいのかななんて思っておりますけれどもね、まあ、このようにね突然何か思い当たったようなことをねベラベラと喋ることもあるんですけれどもね、いよいよ私今日歩いておりましてもね春めいたというかな、なんかざわざわとしてきたなという感じがねしますね。あこれ潜りやね、キンクルハジロの潜りでしたがね、何か楽しみな感じもしております。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。